本日は朝倉未来選手、ヤーマン選手、平本蓮選手、アンポルキア選手、飯田正成選手の気になる話題をまとめました。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。飯田さんは今月に地元の岐阜県で焼肉屋トントンをオープンしました。その焼肉屋トントンが心ない何者かによってお店が損害を受けてしまいました。飯田さんはご自身の X に岐阜が盛り上がればいいなと思って作った店だけど、残念だな、机の落書き消えないし、常識の範囲内で楽しく飲んでくださいと投稿し、次の投稿では動画見返したら落書きした男6人組写ってたな、どうしようか、1弁償させる、21日皿洗いをさせる、3今回は許すと投稿されて、ふつふつと怒りを表していました。このような犯罪行為は決して許されるものではありません。あなたはこの件についてどのような意見をお持ちでしょうか。当チャンネルの前回の動画でヤーマン選手はご自身の現在の心境をインスタライブで告白していました。よろしければ前回の動画もチェックしてみてください。概要欄をチェックしてくださいませ。そんな中、ヤーマン選手に対して大晦日 MMA ルールで対戦する平本蓮選手はご自身の X でこのような投稿をされました。おいヤーマン、死にたいのは勝手だけど、ロシア、ウクライナ、イスラエル、パレスチナ問題でこんなひどくて悲惨な戦争が行われてる。この時代に冗談でも死にたいから紛争地帯に行きたい。とか、死んでも行っちゃいけないと思うわ。さまざまな人間トラブルで死にたくなる気持ちはわからなくもないけど、こんな平和で素晴らしい日本で生まれてきて、幸せなことに平和ボケしてる。この俺たちに、生まれた時から死と向き合ってきた人間の気持ちがわかるわけない。お前は俺が焼きやる。安心してリングに上がってこい。と、投稿し、続けて。俺はたくさん長生きしたいし、あれもこれも欲しいし、あれもこれもしたいし、もし、日本で戦争が起きて赤髪が届いても、仮病してでも戦争に行きたくない。死ぬまで幸せに生きていきたい。と、ご自身の X に投稿されていました。ヤーマン選手のインスタライブの様子を見て、ヤーマン選手のメンタル面を心配したアンポルキア選手はご自身の X にこのような投稿をされました。ヤーマン大丈夫か。世間が全て敵に見える時の心の保ち方は、お前よりもたくさん嫌われてきた俺はなんとなくわかるから気軽に連絡くれよ、とヤーマン選手のことを気にかける投稿をされていました。次の投稿では、最近ラップ界隈の喧嘩を見て面白いなって思うけど、やっぱ格闘技が最高に面白いよな。どんだけお互いけなし合って煽り合っても、結局差しで拳で正々堂々決着つけるもん。どっちが勝ったか負けたかはっきりと世間に伝わる状況で、俺が思う一番の格闘技の魅力はここにあると思うと、格闘技に対する思いを熱く語っていました。そんな中、ヤーマン選手は12月22日のご自身のインスタグラムライブで、また病んでるのですか？という質問にヤーマン選手は、俺は病んでないよ。病んでることなんてないさ。多分、あれなんじゃないかな。インスタライブをやっている環境が暗いから、それが病んでるというふうにみんな思うんじゃないのかな。と、ヤーマン選手は答えていました。調子はどうですか？という質問に対して、めっちゃいいですよ。マジで、平本に負けるイメージがない。どうやったら平本に負けるんだろうという感じですね。と、負ける気は全くないと、ヤーマン選手は語りました。なんで前回、あのようなインスタライブで、死を連想させるような発言をしたのですか？という質問に対して、別に病んでるからあのような発言をしたのではなくて、人生のコンセプト、人生の哲学みたいなもので、人生を後悔しないように、今を大切に生きるということを俺はコンセプトにしているから、いつ死んでもいいと思える人生でありたいと考えているから、あのような発言をした。決して、病んでいるわけではない。と、ヤーマン選手は、思いを切実に伝えていました。
アンチについてどう思うかという質問に対して、ヤーマン選手は、アンチの言葉とかは本当に響かない、何一つ響かないよ、だって雑魚じゃん、いざ対面したら俺に何も言えない雑魚じゃん、だからアンチの言葉は何一つ響かない、 SNS でしか文句を言えない臆病なやつなんですよ、会場とかでもビビって俺にブーイングとかもできないやつだろうし、人目を気にして何もできないそういうやつら、雑魚の言葉は何一つ伝わらないと語り、アンチの声に対しては何も響かないと語っていました。平本に勝ちますかという質問に対して、あいつだけには何があっても絶対に勝ちます、あいつだけには絶対に負けたくない、本当になんて言うのかな、絶対に勝つので楽しみにしといてください、あいつのことはぶっ飛ばすしかこの俺の根底にある気持ちを晴らす方法はないと思っているので、平本をぶっ飛ばしますと熱く語り、平本の倒し方は決まっていますかという質問に対して、あいつを倒す方法は決まっている、それはもう決まってますよ、あいつと慣れ合うことない、試合終わっても仲良くすることはない、試合が終わっても俺は平本のことが嫌いだし仲良くすることはないですよ、俺はマジで平本のことが嫌いですよ、俺は本当に平本のことを軽蔑していますからね、俺があいつと仲間になることは一生ないですね、その辺は徹底しますよね、本当にそれだけは約束します、俺は平本を好きになることはないね、あいつには気持ちでは絶対に負けないです、あんなクソガキに気持ちで負けることは絶対ない、あいつに分からせてやりますよ、覚悟が違うんですよ、この試合にかけている覚悟が全く違う、覚悟の違いを見せてやりますよ、絶対に負けないですよと、ヤーマン選手は平本選手に対する思いと試合に対する思いを熱く語りました。話題が変わり、朝倉未来選手はやばいことになりましたというタイトルの動画をご自身のサブチャンネルで更新し、点滴を打っている姿を見せて視聴者を驚かせていました。あのね、ちょっと最近お恥ずかしながら連日連夜飲み会が続きまして、このことは結構言ってるんですけど、僕はめちゃめちゃ酒が強くてですね、二日酔いとか全くならないんだけど、その代わりに胃なのか肝臓なのか臓器のダメージがすごくて、飲む量がすごいからダメージが蓄積しています、だから今日は点滴を打ちに来ました、高濃度ビタミンとかアリナミンとか点滴しています、あとはエクソソーム、結構前から言ってますけどちょっと美意識上げまして、これね結構友達の経営者みんな売ってたりするんだけど、エクソソームって最先端医療で若返りだったり傷の治りが早かったりハゲ防止とかいろいろあるんですけど、とにかく一番は肌が綺麗になってくるみたいでやってるんですよ、疲れもなんか取りやすいっていう感じがあるし続けているんですよと、朝倉選手は健康や美意識のために点滴を打っていることを告白していました。あなたの感想やご意見をコメント欄で教えてくれると嬉しいです。今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画であなたとお会いできることを心より楽しみにしています。